おはようございます。画家の木曽です。今日はですね、どういうとこポイントかな、空とドライブラシというところを使いながら、まあ皆さんがこうあんまり得意ではないような地面の影とかをうまいこと利用して描こうと思います。こちらは、鷹山美術館ですかね。こちらは鷹山美術館。長野の方を描いていこうと思います。本日もよろしくお願いします。ファブリアーノを使っていこうと思います。まあ、皆さんの作品を見る機会、毎週100枚前後見る機会があるので、私のネタには困らない。いや、よく考えられた作戦だなと思うんですが、水、綺麗な水をまず塗っていきましょう。で、雲のところはちょっと塗り残しながら、ちょっとこの建物とかにも入ってきていいので、少しこうね、水を、どの辺塗ったかわからないようになりますけどね。よいしょ。これはバジターブルー。よく使います、僕この色ね。バジターブルー。この辺はどないなとかな。この辺で。この辺で。なるべく濃厚マシマシ系でいきたいですね。よいしょ。もっと濃くしたいですね。ちょっとウルトラマリンブルーを少しこう足して、で、まあこのぐらい、塗ってあげてね、ちょっと白いところとかね、で、ほんの少しこう、エッジなんかも、弱めるとこは弱めといてあげて、少し動かしてあげると。ビュー、ビュー、ビュー。まあ、空は少しグラデーション、こう、少し向こうに濃く、塗っていくと、いいかなと思います。まあそういうのが多いです。下の方行くと、なんでやろうね。多分こう、大気の塵やらなんやらがあれしてて、下の方行くと奥ということなんで、そういうところはこう、ちょっとこう白くなるのかな。これ予想です。はい。なぜを皆さん考えてください。なぜそうなってるか。まあ、しっかり乾かしてあげたら、滲みムラみたいなのはなくなりますし、まあ、平らにするより少しこう傾きとかつけておいた方が、まあ、言うてしまうと、下からこう乾かしやすいですよね。例えば、寝かせておくと、一部ってなっていきますけど、もうこうやって必ず下に行くという条件にして、こちらから乾かしたりすると、こう綺麗にグラデーション行きますよね。で、もう建物、もうここ集中ですね。で、僕はよくこのウルトラマリンブルーとバーントシェンナ。これを使って、もうここが圧倒的に集中してやってください。ちょっとこの屋根の色は少し銅の色なんで、このバジターブルーみたいなのを少し差し込んでおいてあげたり、ここはもう超集中。ちょっと壁の方になると、ちょっとレンガ作りの色なんで、少しこうバーンとシェンナみたいなのを差し込みました。もうここはね、圧倒的な集中力でやってください。
で、この壁面に関しては、同様に、全体的に少し茶色を入れたような、ウルトラマリンよりも少し、茶色が強めの、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ね、ここの扉、暗いところがあったら、まあ少し今のうちにも書いておいてもいいかなと。お、乾いてきた。ここ、しっかり集中してくださいね。で、一回、今回は、ここの、地面のところは、白とかを使って、影をいつも描くこともありますけど、今回は、全体にまず塗って、まあ、水を少なめにして、もうかなり白を目にして、よいしょ。で、多少、ここの中に、こう、影でも、乾かないうちに、ちょっと描いてみましょうか。よいしょ。まあ、後で描くにしても、こういう感じでやりました。じゃ、ちょっとこの周りのところですね。周りのところの、鮮やかな、こう、黄色、出てこんな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっと白樺の木とかは、少しこう塗り残したりもしながら。この辺のね、筆さばきがね、ある程度ね、こう一発で決まるところは一発で決まってきていいと思いますので、やっぱこう初めの段階からこうある程度かっこいいね筆さばきで、書いておいたら、よいしょ、乾いてないうちからも、後でね、そんなにこういじるこっちゃないのでね、ウルトラマリンブルーとバーントシェンナーをほんとよく使いますね。この辺はもうこう本当にこう水を、かなり少なめにして、塗り残して木の明るさを。塗り残して木の明るさを。まあこの辺はこうね、忠実に覆うと、硬くなってしまいますので、少しこう柔らかい雰囲気みたいなね。よいしょ。こういうね、こうかすらせたような表情とかを、筆のね、少しもう痛み出してるんですけど、このね、ラフィーネさんは。そういう表情もこう、まあ、逆にこう活用しながら、水を少なめにしてね、少し先が潰れたような、少しこう毛先がもう弱ってきているんですけど、もうこれでポイッといらんとか捨てるんじゃなくて、こういったものをうまいことこう利用しながら、いろんな方向とかで汚しながら、よいしょ。少し木が斜めになってるね。よいしょ。
まあこのくらいが大体イメージとしては僕は一層目という、なんでイメージと言ったかというと、まあこうカチッとこうか乾かす時もあれば、逆にこう乾かないうちに書き進めていくこともあるんですね。で、これぐらいをなんとなく頭の中で、ああまあまあ一層目が終わったなというような感じで今考えております。だからこうなんていうかな、この乾かないうちにも書いていくんですけど、まあある程度前面にこう構成として大きな作り、空があったり建物がジョンとあって地面がビュッとあってみたいなのができてきたというところを、なんとなく頭の中で、イメージをしていて、一層目というふうに考えてます。言いたいことわかりましたで、こう、例えばここにこうね、かすらせて書いたような表情とか、もうちょっとね、少しね、毛先で、ペン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 葉っぱが前にあるものもあれば、枝が前にあるものもあれば、また葉っぱがあるとか、あるでしょ？で、それがこう、絵の具がこうね、今なんかこう、暗い上に乗せていったら少しこう、なんかこう、前にこう見えるような葉っぱに見えたり、これが乾いてるとこと乾いてないとこでこう塗ったりすれば、滲んだりもすれば、かすれてこうドライブラシという形で描けるところもあったりと。ね。難しいぜ。で、いよいよちょっと乾かしたいなとちょっと思ってきたので、ね、毛先が少しこう非常に頑張ってくれたラフィーネさんですけど、まあ僕はだいたい 3,4 ヶ月で1本ぐらい今使ってますけど、まあ皆さんやったら、あ、ここになんかあれやね、鳥の巣ある、カラスかな、ね、半年に1回ぐらいでええかもしれません。それぐらいこう持ちもいいし、こう非常に使い勝手がいいラフィーネさんでございます。勝手に宣伝させてもらってますよ。いしょ、という感じで1層目が終了。で、1回乾かしました。よいしょ、少しねこう暗く塗った上、暗く塗った上とかにも少し、光が当たっているようなところとかあれば、よいしょ、よいしょ、よいしょ、少しこうレンガとかの光をほんの少しだけでも入れておいてあげて、少しこう集中的に、ここの、教会の先端とかを描いてみましょうか。うんうん、これね、建物のこう中のね、暗い色とか、ここの教会のベルとか、ぐっとこう、一箇所二箇所こう集中的に書いてあげる時間があっても僕はいいと思ってます。で、建物の中を、ねえ、こういうとこの暗さの中でね、こう、こういうね、暗い色をね、ガーッとこう、YS をこうつけていけるところがすごいですよね。あれなんだろうなといつも思ってしまいますもんね。ああいうのも合春の可能性ありますけどね。うん、正直わからん。
よいしょ。よいしょ。ね、ぐっとこう強まると、なんかこうね、出来上がってきた感じ少し見えますもんね。で、完全に乾いていたら、少しこう地面のね、このやっぱりこの地面の影というのを、この上から、難しいんですよね。こう水の量もやっぱりこうある程度あった方が、ウルトラマリンと、こういうね、こういう仕事が皆さん苦手ですよね。で、下の絵の具もちょっとこう、溶けてこいと祈りながらね、溶けてこいと。よいしょ。溶けてこいと思いながらも溶けすぎずに、みたいな。はい。この辺にもね、ちょっとこう、アクセントで、ほんの少しあってもいいですね。よいしょ。いい土台ができた。このよくいい土台ができたって僕は言うんですけど、あとはもう細かい仕事しててもそんなにこう崩れないやろうという土台ですね。ねえ、どう言ったらいいかな。まあ、大きな色面があって、それも綺麗にいって、ね。で、あとは細かい仕事をしてもある程度、そんなに大崩れすることないだろうなという土台のことを多分僕はよく言うてるんだと思います。僕結構こう自分の中で勝手な言葉を作ってますので、美術業界用語とかじゃなく、自分の感覚の中でこう、得られてきた、経験で得られてきた言葉というのは結構あるんですね。ね。なんかもう、野球選手とかでもね、こう、やっぱ説明が上手い人っていうのはその辺をこうしっかりとこう理論立てて言えるんですけど、こう、僕はちょっとその辺が理論立てて言えない時があります。なるべく言おうとしてます。頑張って皆さんにね、わかりやすいって言われたら嬉しいじゃないですか。わかりにくいって言われて嬉しい人もいると思うんですけど、おじさんはね、世界一わかりやすい YouTube 絵画解説、絵画、制作動画を目指しております。よかったら高評価。まあ、こういうふうに僕は、ちょっと先端が汚れてますけど、名村さんの筆を山切りカットにしております。というので、ニョロ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 、秋にね、なってきますので、またそれはそれでね、こう、皆さん、こう、素敵なね、絵が描けるんじゃないかなと。ちょっとこちらの方弱いですよね。よいしょ。細い線はね、もうある程度細い筆で描かんと描けないと思います。ただ、僕はこういう風に山切りカットにしてるのは、ここに、ね、絵の具含むんですよ。だからなんか、いろんなこう、この筆いいですよとか僕は言われたんですけど、私個人がずっとやってるのこれですね。もう、これはもう、25年ぐらい、なぜかこう、まあ、これもちろん自分で編み出したんですよ、こう。まあ、細かいこう仕事をこうしようと思ったら、まあ、面相筆みたいな。で、こういうこうなんかプラモデルを作るようなこういう筆とかはこうね、こういうふうにこうピッ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 ってこう、レンガの明るさみたいなのを出そうと思えば、多少ね、ピッ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 。ね。ネクラな人は、ぜひぜひ、よいしょ。ちょっとこう集中的にこうね、こういうところを見せ場みたいなのを書き込んであげたりとかすると、しっかりとこう主役になってきたりしますよね。今日はウルトラマリンブルーとバーントシェンとイエローオーカー、あとはコンポーズブルー、ちょっと緑を一生懸命この辺のですね、緑を使おうとしてましたけど、あんまりこう使ってませんけど、ほんの少し緑を使った、そんな感じですね。ちょっと手前の方は大きめの石があるようなイメージで、少しこういうとこはね、かすらせて書いてあげたりとかして、紙のボコボコした凹凸を見せたりとかですね。こういうところはちょっと水かなんかで拭き取りながら、
木漏れ日みたいなのを少しこう明るいところを表現してみたいな。いろんなこう、絵の具のつき方をしていますよね。木漏れ日的なね。で、ちょっとこう、いつもね、ライブ配信などしているときに、この、最後の10分ぐらいでギューっとこう、なんか仕上がっていくような、感覚を覚える人も結構いると思うんですけど、あとはまあ細かい仕事していくんですけど、でもこれね、やっぱり初めからこうできるわけじゃなくて、この土台を作ったり、この筆のマチエルじゃないけども、こういうのもすごくこうバリエーションが豊かになってるからこそできるというところはあります。急にこうギアが変わったかのように、細かい描写をしていくと、ああ、なんか仕上がってきたみたいな感覚になって、じゃあひたすら細かいことをすれば出来上がるのかというとそういうわけじゃないんですね。ああ、難しいわね。こういうところにね、ちょっと葉っぱがペッ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 って出てるとかね、そういうのもこう書いてもいいかもしれませんね。ね、ここ、先ほどちょっと言ってましたけど、ここのところの、一回書いた後も少しこうね、また、枝書いた後に、もう少しまた書いてあげたり、よいしょ。という感じでございました。ちょっと白とかもね、足しながらドライブラッシュ的な要素も入れながら描いていったということでございます。約50分程度ですけどもね、今日はね。まあ皆さん、少しこうね、地面、建物、ね、空。まあ空から描いて、後ろから描いていく。で、ギュッと集中してるとこ集中して。ラフに描くとこラフに。ただそこも絵の具とかをある程度自分の中でこうバリエーション豊かにしてですね、描かれていったら、このぐらい描けますよ。ということでございました。もちろんね、こう、レンガ全部描いてもいいんですよ。皆さんね。よいしょ。ということで、秋から冬にかけての鷹山美術館、完成です。今日の動画良かったという方、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録してない方、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。チャンネル登録してください。チャンネル登録してください。いつもチャンネル登録。いつもありがとうね。いつも見てる。バイバイ。